はいどうも皆さんごきげんよう、セブンと申します。それではねポケモンプレゼンツを見ていきましょう。さあ今日はどんな発表があるかな。アンノーンがいっぱいいらなんて書いてあります。ポケモンプレゼンツだろ。で、今日はどんな発表があるか、なんか追加の DLC があるんじゃないかみたいな噂だったりとか。俺はゲームボーイに赤緑とかくんじゃない。あ、石原さんこんにちは。本日2月27日はポケモンデイ。はい、ポケットモンスター赤緑が発売された日です。あーめでたいですね。赤緑での集めて交換して戦う遊びから始まったポケモンとの冒険は、今では散歩や睡眠など生活のあらゆる場面に広がりました。はい、これからも新たな挑戦をし続けるポケモンをよろしくお願いいたします。はい、本日は新作を含むポケモンの最新情報をお届けいたします。嘘、よろしくお願いします。いや新作って何。こんばんは、ソシャゲの式会社ポケモンの宇都宮です。マジで皆さん、ポケットモンスタースカーレットバイオレットでの冒険は楽しまれていますか。あー、ポケモンデーを記念して、最強不思議花、最強の不思議花、最強カメックスだ。イベントテラレイドバトルを順次開催いたします。あ、これは楽しみだな。ぜひお楽しみください。本日はいくつかのゲームに関しての最新情報をお届けします。新作っつってな、こちらをご覧ください。え、でもスカーレットだから本編じゃないと思うんだ。さすがに不思議のダンジョンとかじゃない。ポケモン GO。 さあポケモン GO。 あら、え、コラボポケモン GO とアニメの。私はリコ。あ、この子はパートナーのニャオハ。僕はロイ。こいつは相棒のホゲータ。うん、キャップの帽子にそっくり。え、キャプテンピカチュウ出んの。あ、やろう。ペッカーが得意なんだね。あれはソーブレイズ。他にも見たことない。マジで。ついに。第9世代。一緒にポケモンたちも。あれ第9世代だよな。あ、いいね。そんないい時間だっけ、ポケモンって。ゴールデンタイムやん。ポケモンスリープ。これもコラボとかすんの？え、何？全然そういう世界観なん？ライコー。ライコ出る？隣でライコ寝てたら震え上がるな。エンテスイクも順次登場予定。いいね。ログボ。ポケモンマスターズ EX。 なんだろう。お、いいね。なんだ、メガ進化。あ、メガ進化だ。あ、もだかさん出んの。早いって情報が。絶対早いって。サブリミナル的にポケモンカフェ。あ、そう、テンポがいいね今日。アホゲータかわいい。アホみたいな顔してんのが最高だよな、ホゲータ。何も分かってない、あいつは。世の中のこと何も分かってない顔してる。いいね。ユライト、新キャラが出るのかな。
まあ、新キャラが出るやろな、どうせ。お、ミライドンってことはコライドンじゃなかった、タイレーツでした。大変渋、タイレーツ出んの、ソーブレーズ。今日よりミライドン、あ、もう出てんだ。ギフトコード、せっかくプレゼントするんだったら、なんか普通にコード入力する手間やめてほしいよな。さあ、新作なんだろう、不思議のダンジョンとかじゃない、本編じゃないと思うんだ、さすがに。続いてこちらの映像をご覧ください。何ですか、赤緑がスイッチで遊べるようになりました。違う、なんだなんだこれ、何これ、え、嘘、マジでポケカのソシャゲ、マスターズデュエルだっけ、ポケカのソシャゲ出んぞ。なんでそんなパックが送られてくるの、昔のピカチュウ。やっと出んの、え、デュエルしてよ。あ、コレクション、デュエルしろよ。おい、さすがにデュエルするよな。あ、トレードもできんだ。あ、よかった、バトルなかったらどうしようと思っちゃった。え、ずーっと来ねえかな、来ねえかなと思って、何それ、ポケモンカード GB で我慢しようと思ってたのに、ポケモンカード GB で我慢しなくていいってことだよな。ポケモントレーニングカードゲームポケット、カミング2024、うわー、これは待ってた、みんな待ってたでしょ、 DNA だ、ありがてえ。初公開でご覧いただいたのはポケモントレーニングカードゲームポケットです。これはすごいね。1996年の発売以降、世界中で楽しまれているポケモンカードを手軽にコレクションできるアプリです。ポケモンカードの開発元であるクリーチャーズ、ポケモンマスターズの開発パートナーでもある DNA および株式会社ポケモンの3社共同で開発を進めています。本作を発表するにあたって、はい、クリーチャーズの代表取締役社長北野さんよりコメントをいただいております。北野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。こんばんは、クリーチャーズの北野です。いつもポケモンカードゲームをお楽しみいただきありがとうございます。クリーチャーズはポケモントレーディングカードゲームポケットで、ポケモンカードの新たな魅力を皆さんにお届けできるよう、現在デジタルのカード開発に取り組んでいます。フィジカルのカードでは紙の品質や色、そして印刷の加工にこだわり、皆さんに喜んでいただけるよう開発を続けてきました。はい、紙からスマートフォンに変わった本作では、そのスクリーンの特性を生かした鮮やかな発色やキラ加工など、デジタルだからこそ実現可能な新たな表現に挑戦しています。その挑戦の一つであるイマーシブカードでは、ポケモンカードのイラストの世界に飛び込んでいるような感覚を体験していただけると思います。そんなにこれ、またバトルにおいてはちょっとした隙間時間など短い時間でも気軽に楽しんでいただけるよう、あれサイドが従来のグランドデザインを踏襲しつつ新たなルールを取り入れています。違うルールなんだ。今ポケモンカードゲームを楽しんでる皆さんにも、サイドが1枚しかないみたいな。激ヤバルールの可能性ある。3社で開発を続けています。ポケモントレーディングカードゲームポケットを通じたポケモンカードの新たな挑戦を楽しみにしていてください。で、ちゃんとした
他のちゃんとしたルールのやつも遊べるのかどうかだよな。ポケモントレーディングカードゲームポケットは2024年年内のサービス開始を予定しています。お、待ってます。今後の続報にご期待ください。はい、最後にもう一つ、最後にこちらの映像をご覧いただいて発表は終わりとなります。お、早いね、サクサク。ありがとうございました。俺の赤緑がゲームボーイで遊べるとかだと思うよ。俺見ればわかるでしょみたいな、あれなんでしょう。何これ、そう、あ、わかんねえ、わかんなかった。アンノーン文字でやんないでくれ。はてな、てかゲームボーイで遊、ゲームボーイを遊ばせてくれ、赤緑を。なあ、頼むよ。え、完全新作が来る可能性ある？あ、完全新作の可能性がある。都市開発構想。人とポケモンの共存を夢見て。何それ？トモコレのポケモン版みたいなのが出る。なんだ？本当にわからないな。シムシティシムシティ、え、なんだ？全然わかんねえ。ポケモンの音源？XY ってこんな感じじゃなかったっけ。え、でもちょっと街の様子違うな。読めません。ミアレシティ、あれ、ミアレシティって XY かなんかじゃなかった？どういうこと、ちょっとわかんねえ。ポケモンレジェンズだ、 Z マイナス、え、なに、あー、で、な、なに、わかんないです。あ、え、ポケモンレジェンズ出んの？スイッチです。マジかよ。メガ進化戻ってくるってことは？すこ。あ、また過去編だ。いやー、すげえ。素晴らしい発表でした。まさかレジェンズが出るとはな。わあ、ルビサファ、ちょ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 、ルビサファの BGM 集が流れるところ一回止めて。すごいね、ポケモンレジェンズ。いや、みんなもなんか出るんじゃないか出るんじゃないかって言われてたけど、出るわけねえだろポケって思ってたけど、すいませんでした、僕が間違いでした。DLC が来るって話は何だったんだ。あー、すごっ。ミアレシティってことは、で、XY のなんか中心都市みたいな感じだったはずなんだよ。ちょっとごめん、記憶が定かじゃないんだけど。で、過去編やんのかな？ミアレシティの過去編の可能性ない？で、メガ進化。メガ進化やらもあるし。で、バトル要素とかもレジェンズっぽい感じで進んでいくのかな？うわ、どうなんだろう。気になりますね。ちょっと続報を待ちましょう。あー、てかスイッチで赤緑とか遊べるようにしてくれ今日はそれだと思ってたのに。でもレジェンズ来年か。ちょ、待ちましょうか。よし、じゃあね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。よければ皆さん、チャンネル登録、高評価ボタン、 X のフォローよろしくお願いします。それではまた次回の動画配信でお会いしましょう。それではごきげん、お疲れ、ありがとう。